ドイツ行こうかなこいつ行こうもしもしあ、もしもしええちょっと待ってねあなたは女性ですか、はい、男性ですか女性ですどうも、こんばんは今日はどうなさいましたなんかアリケンはってどうなったかなってあーもう大人と結構大人組とかって分かれちゃったじゃないですか、うん、はいはいはい 何て言うんだろうな配信やっぱ俺が配信者になったわけじゃん配信一本でやっていこうみたいな有権、はい、サーバーの子たちも配信してたら多分遊んだんだろうけどあんまりやってないからだから多分そこで疎遠になっちゃったかなやっぱその俺も配信者でやっていくなら配信者の人と絡まないといけないしかそうだからやっぱりその優先しなきゃいけないこととかがあるからそれでまあ疎遠にはなってるねって感じかな まあそうね、まあ、あの頃から見てる人から見るとまあ気になるよな気になりますそうねまあでも俺のそう,まあそうだね俺の活動内容がゴロッと変わっちゃったからまあ疎遠にはなっちゃってるね今ねああそっかえ、はい、誰が好きだったことなぜアリケンサーバーで誰が好きあめおめえボブくんの女かおめえおめえ一番最初あれかお前俺のこと好きって言ってたのに最終的にボブくんが好きって言った女かてめえこの野郎そうです,そうですあまだ好きなのボブくんのこといや好き っていうかあもう薄れちゃった何なになった俺にしとく俺にしとく俺にはいえずっと見てますたずっとやりけんさんずっとまじかよまでもそうよなその頃から見てるってなったらまあめっちゃ見てるよな見てますだって今もスーパーとかえ見てた頃何歳だった十四十五ですねってことは今何歳だ今十八ですおおはいちょっとあのちょっと一瞬だけメモ取しい あ、はい、大丈夫ですねえみんな18ってさ俺ってどうなる犯罪者になるこれってみんなこれって俺と犯罪者になる大丈夫18ならいける ?18 ならいけるセーフなんあであの彼氏とかいる彼氏いないですうんえ18うんうんうん,ふんえー、っといっぱいご飯食べる人とかどうああめっちゃ好きです作りますい。 最後にすごい一番大事なとこなんだけどデブっていけるいやまあ会ってみないとちょっとかんない会ってみないと分かんないじゃ,あじゃあ会った手入で俺を見ていけるかいけないかで言ったらそれだけを見てそれだけを見て中身,中身とかじゃなくてもうデブがいけるかいけないかいや痛め <laughs> だけだったらちょっとちょもっとなんかなんかちょっともっとなんかいい悩みくれはいもしもし ああ聞こえますかはい聞こえますこんばんはこんにちはあの僕十六なんですけど百三キロあって <laughs> あの体勢がで<あ>病院いったら高血圧って言われたんです高血圧え、うん、でちょっとあのえアリケンさんって高血圧ですうん俺高血圧だよあえっとそのなんかまあ薬とか食,食生活とかが気にしてるんですけどうんなか,なかなかさ 血圧が落ちてなくさんもう俺もう玉ねぎを毎日3玉丸飲みしてるよ3玉3玉玉噛んだら辛いからきついけど丸飲みならいけるからあじゃもう毎日玉ねぎ食べる感じそう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 でも毎日3玉飲んでるけど高血圧は治らないね頑張ってえちなみにあのそのんか太ってて他に悩みとか大丈夫乗れるよ俺 もう、いろいろ経験してきたからああごめんなさいさっきアリケンさんが言ってたそのあそこがやったそれはちょっとそこっと <laughs> こっちもまだ悩んでる <laughs> こっちも今もう今悩んでるから俺ももし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 はじめましてはじめましてこんばんは ありっけんさんに一つだけ言いたいことがありまして言いたいことはい僕ちょっと職業がトレーナーをしてるんですけども、はい、おいトレーナーありっけんさんの体があと多分五年もしたら爆発するんじゃないかって本当心配がちょっと出てきてまして <laughs> うん,、うんうんうん 本当に痩せてほしいっていうシンプルなお願いなんですけど、<ー>やっぱり僕、ペギーが大好きで、一回高木のコメント欄で、ありけんのどこが嫌いっていうのを聞かれたときに、デブすぎるって言、うん、言い過ぎやって言われたことあるぐらいちょっとデブアンチなんです。<laughs> あ、まあ、まあ、そうだよ。トレーナー、敵だもんな。なん俺らみたいなやつだな。だらまあ、敵っていうか、まあ、一応商売道具、まあ、いいかおかしいけど、まあ、<laughs> <laughs> みたいこあるんですけど。まあ、確かにな。っいっぱい取れるもんな、俺,そうな、ね、俺が取ってたらな。 ペギーをだから今後末長く続けていくためにもやっぱりちょっとありけんの寿命を伸ばさそうなんですよねなるほどなるほど絶対に絶対に健康寿命でやっぱ生きられないことを確定してるぐらいやっぱお太りになられてるんでアりけんさもうそうなんですやっぱデブ先生もはいはい。お前が俺を担当したら俺は何年で痩せれるそうです1年あれば多分普通普通の人間には戻せると思います <laughs> 今結構そのボストロールストロールとおめえおめ、本当にデブ嫌いだなおめえ, <laughs> え,えそうなんですねちょっとなんだ普通の人間って俺でもデブを商売道具にしてんだよね一応だしどっちを取るかですよねその,命を取るの5年5年の人気のデブを取るかその50年付き合って体を取るかっていうそのあなるほどねそこですよね分かったじゃあ3030 30のうちにじゃあどっかで痩せるのやるかじゃあ あ、絶対やってください。死んじゃうんで。危ない。三十三次元。全関節も泣いてるし、全内臓も多分泣いてるんで。声が聞こえてきます。助けてくれ。助けてくれ。聞こえてる今。かりけんの体から解放する。だから俺歩く、歩く時なんか、たまに変な声聞こえてくるのか。いや、本当に頼みます。パチンコなんか売ってる場合じゃないです。じゃ、その時は、じゃ、お願いするわ。じゃ、オッありがとうございます。ありがとうございます。いや、ありがとうございます。そんな真剣。真剣に言ってくれて嬉しい。 俺もお願いしますはいありがとうございました失礼しますはいありがとうございますじゃあ次行こうかはいもし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 こんばんはこんばんは遠大があってはいあの自分まだツイッチのサブスクに一回も入ってなくてよく一応ペギー見てるんですよツイッチでああペギーの 誰ののサブスクに入ろううかっていうのを悩んであーなるほどねまあ使いたいスタンプとかで決めればいいんじゃないああスタンプ、うん、今俺の配信見てる今見てます今見てるじゃあちょっと俺のじゃ俺俺のにサブスクしたらどんなスタンプ使えるかちょっとみんなじゃあちょっとスタンプやってこういうこういうスタンプが使えるけどどうこういう最低だなとか大正解とか。 最低だ結構使えると思うんですけど最低だな使いたいでペギーでは誰が一番好きなのやっぱ高木あ高木なんだ珍しいねもうまあでも一番一番配信見るところのサブスクでいいと思うよ広告流れないしわかりました高木にします